你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello， 大家好，我是大师。好，我们继续玩这个梦幻模拟战的时空裂缝一至五才能进行主线关卡第九章。那这一关就是艾尔文，听说只有大魔法师杰西卡才知道暗之魔杖所在，于是立刻前往拜访。那等待他们的却是，我想一下哦，我们还有五十几个体力嘛？那好，直接打这个 ，Go！ 杰西卡様は、杰西卡様にお会いしたいというものをお連れしました。ようこそ皆さん。私がジェシカです。あ？この人が何百年も？どう見ても若いじゃないか。はじめまして、ジェシカ殿。私はエルウィンと申します。あなたに伺いたいことがあってここへ参りました。闇の剣、アルハザードですね。そしてあなた方が知りたいのはダークロッドのありか。すごい。どうして分かっちゃったの？世界に満ちた邪悪な波動、そして各地へ侵略を始めた帝国軍の動き、さらに帝国軍の侵略する先に常に関連しているもの。この波動からするとアルハザードはまだ完全ではないようだ。ある、そのために帝国より先にダークロッドを手に入れたいんだ。ダークロッドは聖地レイテルにあります。なるほどな。まさかそのような場所にあるとは思わなかった。その声はエグベルト。エグベルトだって？ベイガルト帝国を影から支えてきた伝説の魔術師だ。窓を志す者でエグベルトを知らない人なんて誰もいないよ。私も聞いたことがある。その強大な魔力ばかりか、策略にも長け、多くの国々が戦わずして帝国の支配下に落ちたという。よくそこまで知っているな。しかしダークロッドの場所が分かった以上、お前たちを生かしておく必要はない。お前たちにはここで死んでもらうとしよう。エグベルト、てめえよくもジェシカ様の前に顔を出せたもんだな。せっかくだ、てめえの悪事もここで終わりにしてやるぜ。誰かと思えばレスターか。お前の部下は先にあの世にやったぞ。これであの世に行っても寂しくはあるまい。てめえは俺の手でぶっ殺してやれ。覚悟しやがれ。バカめ、相手がこの私一人とでも思ったのか。这边有宝箱吗？哇，人这么多、哦！大魔法师卡蜜拉，这是一个角色吗？弓手，克菲兵，哎、欸，可以放五只。把它替换成工兵，这样子克他，然后龙骑士、枪兵、弱骑兵，那放骑兵好了，骑兵。算了，我觉得放这个好了。
好，有宝箱吗？宝箱在哪里？秒住过爽啊！什么东西？河道上方山脉有一条裂痕，山上裂痕好明显，哪里啊？下方的飞兵，哦，这里啦。好，好，我知道了。我现在应该很强才对了，应该吧？先不要乱动啊，你们！啊，我手はずが整いました。なんだ、危なくせえぞ。気をつけろ、何か企んでいるぞ。エグベルト、やはりあなたはどうあってもアルハザードの封印を解くつもりのようですね。ふん、知れたことだ。だが、天聖の法のために衰えた魔力、この私にどうやって活をつくるか。確かに、天聖の法は術者の老いた肉体を捨て再び転生する代わりに魔力も初歩へ戻してしまいます。しかし、だからといってアルハザードの復活を見逃すわけにはいきません。そうですか。そういうことならば手加減はいたしますまい。あなたにもここで死んでいただこう。やらせるか。ジェシカ様には指一本触れさせねえ。相変わらず威勢のいい男だが、だがお別れだ、愚か者どもよ。炎に焼かれ朽ち果てるがよい。やはりそうか、油はこのためだったのか。こっちは風下だ。このままでは炎に囲まれてしまうぞ。川の向こうまでは炎は追ってきません。急いで対岸まで逃げましょう。奴らを逃してない。はい、承知しました。本気か。そんなことをすればお前たちまで炎に巻かれるぞ。なめるな。いくら炎に焼かれようと構うものか。我々は帝国のためならいつでも命を捨てる覚悟だ。さあ行くぞ。奴らを皆殺しにするのだ。仰せのままに。好，从上面开始蔓延就对了。好，先用别字好了。好。ご指示を。ならば仕方がありません。俺の出番だ。何かお手伝いできることありますか。よろしくお願いしますね。仰せのままに。全部任せろ。ナイス。暗黒を出しなさい。お、帅。
だ。私が出てまで相手をするほどのものではないのだな。私は一足先に聖地レイテルへ向かうことにし、カミラよ、あとは任せたぞ。应该有一个成就是要击败他的，不过没关系，我们先过就好，小心别掉进去哦。 OK， 那要理他吗？九回合内通关阵亡不超过一人。打不到他，为什么要过去打他？天哪！烧到了，克制。我补不了他。杰西卡不能死。他跑去上面，他有病哦！你不要前面被烧哦！来，然后快转，好，我们快转到这里，然后快打赢了。可是我那个火也快烧到我了。可是我们塔利斯好像被火烧到就没事了。不知道为什么，哇，他死了！同归于尽，刚刚被烧到没事哎。奈是。等你最后一集。啊。なんとか生きてるよ。しかし、ダークロッドの場所を知られたとなると、休んでもいられません。エグベルトより先にダークロッドを手に入れなければなりません。私も。ってことは、久々に俺も暴れられるってことだな。そういえば、あなたのティアラですが。これか？このティアラは父の形見で、代々俺の家に受け継がれているらしいが。これが何か？せっかくなので、この機会に話しておきましょう。私は昔、ある王家に仕えていたのです。その時の王子もあなたと同じティアラをつけていました。そしてその息子も。俺の剣の師ドレンから話は聞いていたが、まさか本当だったとは。つまり俺はバルディア王家の末裔ということなのか。そうです。あなたこそ好機に導かれし者。好機に導かれし者とは、暗黒の魔剣アルハザードをめぐる戦いに打ち勝つために
選ばれた者たちのことです。光の末裔にとってアルハザードをめぐる戦いは使命とも言えます。そうか。だがアルハザードの復活を阻止するのは使命のためにやるわけじゃない。帝国がアルハザードの力を手に入れれば大陸中で戦乱が起こるだろう。だから何としてでも帝国の野望を止める必要があるんだ。エグベルトに、帝国にダークロッドを奪われてはなりません。聖地レイテルへ向かいましょう。终于打赢了。利斯塔存活。好。再扫荡一次。好。先看一下任务哦。时光裂缝中获得42颗星，好难哦。进行一次练兵助教，随便啦。这样，这可以干嘛？好 ，Go！ 我现在才知道这个东西。什么？时空裂缝一只七，安杰丽卡特训物两次，拥有18级英雄五个，参加一场组队战斗哈。那名英雄角色不，挑战随机事件两次，女神试炼一次，提升三级，任养剑装备提升三级。啊，十二点啊，任养剑装备。看一下提升三级是吧？这样，现在就有了吗？任两件哦，还有一件。嘿，魔力斗篷，锻造，一二三，耶，有了。耶，进行一次装备召唤，好。进行一次装备召唤，这个装备召唤，哦，要换圣魔卷，哎，召唤一次得到一个，是不是？看一下哦，23级，通关。空关逃跑的宝藏，
提升五级，而且三件，购买体力一次。好，装备召唤一次，好了，按一次就好了。嘿，嘿，嘿，嘿。通常装备召唤不建议啊，因为装备我觉得没有必要一定要抽这个烂烂的啊。这个，好，再得到一张，耶、yeah ！棒棒棒！然后提升是五级嘛，一二三四，好，再加三个，一二三四五，哇，这个那么难升哦。好，这是第一件。好，第三件。好，21个积分。好，有。好，活动，还有什么活动？哇，终于可以拿到头盔了。头盔给，那是给主角啊。哇、哦。还有给。啊，这。好，那这集到这边说啊，喜欢我们的话，频道主要放图片按一下订阅，右下角的订阅按钮跟铃铛记得打开，这样子我更新影片你就能收到通知哦。谢谢大家，这集收看，拜拜。